渋すぎる。人です。すごい。綺麗だね、でも中は。できます。わー、絶景やけど風が強い。晩ご飯しますか。うん。風がすごいな。の風強い今日。時々車が揺れる。うわ、揺れてる。強風や。天気が。揺れてます。うわ。ここ場所が強いな、風が強い場所。青い豚。メインは豚丼。でかそう。おか。2パックも買ったのに。さっき。欲張り。お腹すいた。豚丼。いただきます。いただきます。寒いな。うん、めっちゃ寒い。ああ、うわ、でかっ。うんうん、うまっ。うん、おいしい。なっ、ごちそうさまでした。どこやその辺に道があるんか。いざ。それでは登山開始。さあ、念願のエゾナキウサギちゃんに会えるのか。森の中やけど道は歩きやすいな。ちょっと雨降ったからかぬかるんでるけど。ちょっと小雨がパラついてます。通り雨かな、小雨やけど。うわっ、降ってる。岩場やん。だいぶ登ってきたかな。木が来た。木が。すごい。で、十勝平野。目に見えました。到着。山頂です。おお、すごいね。景色が。パノラマ。十勝平野。今日のゴールはここではありません。はい、山頂から奥に進んだところ。こっちにエゾナキウサギの住みかがあります。山頂まではまあ1時間弱ぐらいで登れた。まあまあ予定通りやぶをかき分けてガレ場を目指します。そこにナキウサギ。おお、きれい。ガレ場が見えてきた。鳴きウサギスポットに到着。おるんかな。風が強いから。そう、風強いからな今日。風が強いから出てこうへんかな。開いた。わかる？うん。なんかぼっこり。ちっちゃいな。ちっちゃい。あ、やったか。隠れた。うん。もぐもぐしてる。なんかもぐもぐしてますね。うん、なんかもぐもぐしてる。食べてる。かわいすぎる。あ、見ちゃった。お、泣いた。泣いた。めっちゃ泣いてる。めっちゃ泣いてる。泣いてる。1時間ちょっとぐらい滞在して下山入れてよかった。出てきてくれた。ちっちゃかったから子供かな。まだ頑張っております。ゴール。無事下山しました。ただいま。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の最後にお得なキャンペーンのお知らせです。私たちも車中泊やキャンプで使用しているエコフローが現在 Amazon ブラックフライデーセールを開催しています。年間で最もお得な最大 50% 割引のセールです。私たちが愛用しているデルタ2やデルタプロのほか、小型モデルのリバーシリーズなど人気商品もお得に購入することができます。さらに視聴者の皆様限定で 5% 割引のクーポンが利用できます。この専用クーポンを利用してご不老製品を購入すると先着99名様にはクッションのプレゼントもあります。エコフローの製品はアウトドア、キャンプ、車中泊など様々なシーンで利用でき、防災面でもあると安心です。僕たちも実際にアウトドアで使っていますが、外でも使える耐久性と特に充電速度の速さが気に入っています。実際に僕たちが使っている 1024Wh のデルタ2であれば、わずか50分で 80% まで。またもう一つ持っているデルタプロ、これは 3600Wh なんですが、こちらに関しては2時間で 80% まで充電することができます。ポータブル電源は高級なのでなかなか手を出しづらいと思われる方もいらっしゃると思うんですが、今回のキャンペーンはとてもお得になっているので、購入を検討していた方はぜひこの機会を活用してみてください。クーポンコードやキャンペーンの詳細は概要欄のリンクからご覧いただけますので、興味のある方はぜひご確認ください。以上、ケンジとあかりからお知らせでした。バイバーイ。